第3話謎の忍びたち。カカシ班が西の石切砂漠の調査の任についている間の出来事。お色気の術、火影バージョン。真面目にやりなさい。さっきからずっと下品な術ばかりじゃないですか。だってナルトの兄ちゃんだって究極のエロ忍術を開発してんだ。俺だって負けてらんないぞこれ。究極のエロ忍術ですと？聞き捨てなりませんね。そのあたりをもっと詳しく。誰だこれ？どうやら話に来たって感じではなさそうです。大丈夫か？怪我はない。大丈夫、助かりました。それにまだ戦闘前でしたし。よし、俺も戦うぞこれ。ダメだよ、ここは僕たちに任せて下がってて。やだ、これは遊びじゃないのよ。やだ、俺だって立派な木の葉の忍びだ。敵を前にして逃げるなんてできないぞこれ。邪魔になるだけですよ、下がってましょう。この木の葉丸くん、来るよ。フォーメーション、イノシカショー。まずは敵を撃退するよ。了解。よっと、分かった。まねよっと、行くぞ。分かった。奴らが出てきたな。やめて！今までの術！クレックス！治療の必要がある。危ねえ。行くぞ！ふっ！ふっ！リンテリンテリンテ！よっと！わかった！リンテリンテ！よっと！これでどうだ？虫！注意して、ただの虫じゃなさそうだ。これでどうだ。よし、どうだ。虫を倒すと毒が出るみてえだ。離れて攻撃しねえと。はい。かけない。よっと。分身したよ。はい。影真似の術。くさえ。見上げる方法はないのか。イノ、行くぜ。影真似の術くらえ。
分身には使えない術があるよ。かけない。そうか、本体は爆弾を使うやつ。見分けられるわ。やった、行くわよ。影までの術、はいはい、くらえ。わかった、スタンしたぜ。連携攻撃のチャンスだな。イノ、行くぜ。完了っと。金の術、チッ、木遁の術、これは敵の陽動かもしれねえ。闇雲におったんじゃ、思うツボだ。じゃあどうすればいいんだよ。おかげさまに報告しよう。あとはそれからだ。めんどくせえことになってきやがったぜ。